おはようございます。本日はフォアボレーの、まあ、基本的なところですね、やっていこうと思いますのでよろしくお願いします。まずフォアボレーで一番大事なのはこの握りですね。握りでよく薄い握り厚い握りっていうのを、聞いたことあると思うんですけど、まずね、薄い握り厚い握りって何なんだってところですね。でこうラケット、まあ、グリップ握る際にまずね、ここの握りが大事なんですね。ここの握りがこう握るっていう ところがですね、こう握るわけじゃないんですよね。こっち側でこう握っていくわけですね。で、後でまあフォアボレーの時に説明しますけれども、人差し指と親指でしっかり挟まれている状態のものを人差し指の感覚を生かして打っていくってなってくると、フォアボレー効率よく、楽に打てますので、って意味でですね、まず握り方なんですけど、この親指のここの部分、ここの側面のこの曲がる関節の側面ですね、これがこっちの面のここの部分ですねについてるように、まずついてるよ、ね、で、まあ、そうするとですね、ほぼまあそれで OK なんですけど、あと人差し指がこっちの側面についてそのこの2つで挟み込むっていうところですね。この2つで挟み込む、ね、もちろんこっちも握るんですよ。握るんだけど、感覚的なメインはここでしっかり挟んでるなと、ギューってやる必要ないんですけど、挟んでるなっていう感覚がある程度で、要はね、薄い握りっていうのはここで握る部分がここはね薄いんですよね。こっちはねちょっと厚いんですよね。だここが厚いところを握ってると、これはまあ世に言う厚い握りってやつですね。フォアとかフォアハンドストロークとかで使うやつで、ここの部分を薄いところを挟んであげると、このここで挟む部分を薄いところを挟んであげると、でこれが薄い握り。だから一番薄いところをしっかりと持つっていうのがコンチネンタルグリップで、親指がここの面に来てるっていうのがすごく重要ですね。でバックボレーなんか薄い方が打ちやすいんで、あんまそこはちょっと言わなかったんですけど、ここにしっかり来てるとですね、ここの親指でちょっと操作してる感出てくる。指はね感覚がいいんですよ。指はすごく感覚がいい。ここら辺を意識してどうのこうのってやるよりも、指でこうなんかやってるような感じがあるとすごく物事うまくいきますんで、でそれに対してでも指ってすごい力ないんで、止めるってなってあげると腕全体が止まってくれて、腕全体もしくはもう体使って止まってくれて力も発揮できますよ。なのでここがね、指の腹がこう入っちゃダメね。指の腹がこう側面ですね、この側面あたりが斜めぐらいですけど、だからちょっと ここら辺は浮いてるような感じですね。こう指の腹がグッとくるんじゃなくて、ちょっと浮いてるぐらいってなってくると、親指の横でいろいろこうやってるような感じが出てきて、こうやってるとね結構負けちゃったりとかするんですけど、ここはでも負けないんで感覚もいいし。であとはですね、こう持ち方なんですけど、こう腕に対してあまり立てすぎてると、ここで押さえてる感があんまりないので、こう飛んできたボールに対してね、やっぱり負けやすいですね。負けやすい。で腕に対してちょっとこう斜めにしてあげる。ってすると、ここで押さえてる感があって、こうね負けづらくなりますので、負けづらくなる。なので、手に対してちょっと斜めに入れてあげる。もちろんこんな必要ないんですけど、まあ、握りづらくない程度、縦にはあんまり入れないと、斜めに入れる。そうすると必然的に人差し指っていうのがちょっと離れてくるかな、これちょっと離れてくるかな、
どのくらい離れればいいって特にないので、ちょっと離れてれば OK です。でここでしっかり押さえてあげて、挟んであげて、ここはもう添える程度、添える程度っていうか、まあ握るんですけどね、しっかり。あ、ごめんなさい、ちなみにね、ここの指っていうのは手のひらにしっかりとグリップを密着させてあげる役割、ここはラケットコントロールのための感覚の役割なんですけど、感覚の役割、ここは密着させる、ギュッと密着させる。なので握りはね、ここしっかり握っとくっていうのはある程度大事ですのでね、特にこの2本指、2本指グッと、で親指で挟み込んで、このダブルで挟み込んであげて、グッとここにギュッと密着させる、そういう役割がありますんで、そうで、まあ、グリップはの握りはこうですね。でそのグリップで握ってあげるとですね、横向いた時に当てると楽なんですね。横向いた時はこう当てると楽なんですけど、これが正面向いてくるとこのグリップだとちょっときつくなってくる、ラケット立ててもきつくなってきますんで、なので打点としては体の横ぐらいになります。まずはここで打てるようにね、もうこのぐらいですね。打点としてはこのぐらいで、ここまでの持ってき方なんですけれども、ラケットはね平行移動です。これがね入ってきちゃうと手首に負担きますんで、これは完全に手首の動きなので、手首は固めて固定したままね、テニスは全部手首は固定ですね、固定したまま平行、ここから平行移動、ですね。なのでテイクバックの仕方として、これもフォアボレー、他のショットと同じで、ラケットを横に平行移動させていくだけ、フォアハンドストロークも横に動かしながら、まあ、あとはねじるっていう動作はありましたけど、横に動かしていく、で横に動かしながら体横向きは作んないといけませんので、フォアハンドストロークだったらここまで持ってきてっていう、左手によって体が回転させられるっていうのがあったんですけど、フォアボレーはですね、まあさすがにここまでやるのは悪くないんですけど、やらない人は多いと思いますので、なので横向きプラスこの動きですね、この動き、横向きプラスこの動きすると、構えてる時点で面はねこう下向いてますんで、この時点でねまだ下向いてるんですよね。でこれがね不安感、フォアストロークでこっちに引いちゃう人っていうのと同じで、下向いてるとすごい不安感なんですけど、この不安感に負けず、不安だからって言ってここで一回こう開いちゃうと、打つ時にこういう動作になっちゃいますので、閉じたまま下向いたまま、このまま平行移動なので下向いたままお願いします。前出していくと、でここから多分ねこうは出てこないんですよね、これじゃネットしちゃうっていうのも分かってるんで、それにねこう出すのって結構手として使いづらい、こっからこう出していくっていうのはね結構楽なんですよね。なのでこっから自然と手を出せば面が開いていきますので、閉じたところから開いていく、で、ボレーね、まずはね止めてあげる、ね、止めてあげる、こっからポンと止めてあげる。で練習方法としてはやっぱりね、ここ使わないで飛ばすことができるっていう打球感を得るのがもうこれはもう最大に大事ですので、まずねワンバウンドぐらいのもうショートストロークをやるときに、これで飛ばす、ポンと、まずそこからポンと、
から前に出すだけ、前に出すだけ、で慣れてきたらちょっと手の甲側に曲げてあげて、止めで飛ばすっていう感覚が出てきたら、こうちょっと手の甲側にですねラケット曲げてあげるといいですね。手首曲げてあげるといいですね。こうですね。で慣れてきたらちょっと回転かけてあげる。それで手の甲側に曲げて回転かけてあげる。アンダースピン側の、そうで、その時にこういう回転じゃないですからね、こういう回転じゃなくて、手の甲側に曲げて、これである程度、まあもちろんこのショートラリーで強打はしないですけど、思い通りのゆっくりが回転かけて飛ぶようになってきたら、ノーバウンドのボールを、ありがとう、ノーバウンドのボール打ってもしっかり飛ばすことできると思いますので、そしたら今度、まあ、ノーバウンドでも同じ形で打つ練習、じゃあちょっとノーバウンドで、横に引いて、そう、最後 手の甲側に曲がってますよね。こっちに入ってないですね、こっちがね。まあフォアボレーの、まあ、がっつり基本的な部分ですけど、動き、飛ばし方と動き、そのあたりね、気をつけていただけるといいかなと思います。はい、じゃあ今日は以上になります。ありがとうございました。